園田、まずは滝沢を捉えようというところまで来ました。そして大井まで、まだまだね、上がり続ければもちろんトップまであります。ドラは2ピン、何の4曲の1本馬です。これはね、大井さん、滝沢さんにとっては嫌な上がりですね。園田来たかっていう感じですよね。これはこの親はね、かなり押しやすい親に変わりましたね。着順落ちが ね、そうなんですよ、なくなってきたので、あ、滝沢、そしてこの手配ですか、めちゃめちゃ苦しい。大井はあんこが2あんこですね。あんこ仕上げたいところですよね、そろそろ大井としても。まあいい走かいいマンなんですが、まあ単尿とかもね、やっぱ後々も考えていったり、あとはポンするかもちょっと難しいですね。うわー、カウソからいった、使いづらい、危ないとかいろんな要素があるってことですか。もうこれ3、4にもならないし、まあ、暗黒系での手にやるんで、上がりに行くならこの赤ウソは必要ないと、ええ、いやでもこれ思い切った選択ですよね。ちょっとびっくりしちゃうような選択に見えました。いやでもこれ園田さんからすると、うん、見た目ちょっと嬉しくないですか。スーピンスーピンから始めた滝沢さんと、はいはい、赤ウソを言いそうって始めた1着2着の2人がいるんで、まっすぐなんかいい手、早い手とかは入ってなさそうに思えそうですけど、なんか守備に重きを置きながら、滝沢さんはなんか、あ、これバイマン狙いに行ってるのかもなとかもね、思いますよね。バイマン2もトップなんで、そうだとしてはもう、あの、僕が上がりに行くからゆっくりしててくれっていう感じですよね。感じですよね。あ、でもドラになった、園田がどう上がりまで持っていくか。滝沢は実際非常に苦しい手配です。マンズだけは一応見ましょうかねっていう感じですかね。マンズの染めて、いや、風林火山、もちろんライバルのファイトクラブが箱下なのはいいとして、でも2着では終わりたいですよね。そうですね、風林火山としても、あ、これポンするために赤ウソ切ってますよね。なるほど、この手組みをもう見てた。そうなんですよ、3ピンからはかなり泣きやすいですね。ドラそばのみんなが使っていそうなところから泣けました。その通りですよね、それが泣けるのは大きい。大井はトイトイイーシャンテン3ピンをポンしています。ローソーポンして、もうこれは明確に上がりに来たってことなんで、7、8、9、3色でやっていこうと、得意の仕掛けで。これはもう三蔵両蔵なんで、どっちのが打ちやすいかですかね。先にパーピンとパーソーが欲しい3層から。久渡はもうこれは自然に上がって終わらせに行く感じになるでしょうか。滝沢、マンズの染め手だけは逃したくない。大井は3ピンをポンしてこの形、トップのまま終わりたい。泣けた、これ泣けたの大きいですね。パーピン泣けた、カンパーソー3色ドラドラの天杯です。佐藤さん一時間に合ってる、さすがですね。ローソーのポンが入っているところでの園田カンパーソーです。しかし園田の泣いているのはローソーポンからのカンパーピンチ、なんだこれってなりますね。うん、ってなりそうな、読み筋には7、8、9、3色はもちろん皆さん入っていると思います、はい、なんですが、まあ、薬杯がメインに見えるんですが、薬杯統一だとしたら初から切ってんのあれなってなりますけどね。いや、しかしここで久渡のリーチが、久渡上がって終わらせに行く、スーチー総待ちです。まあ、ローソーが自身から、ね、4枚見えてますから ね、このスーチーはかなり良さそうですね。現状3枚ですかね。どう見ても、はい、チーソー2枚にスーソー1枚残っています。で、久渡さんのリーチには大井さんかなり倍満まで打てますか。倍満まで打ってもトップは死守できます。トップは死守できるんで、ただ仕掛けてる園田さんにも、うわ一発でいったよ、抜き打った、5200リーチ一発上が5200は5500、大井すべての技を出し切った、最後は綺麗に差し込んだ。いや、これお見事です。まあ、ソマさんにも当たらないで久々に当たってくれっていう範囲だと思いますけど、当たらない範囲、もうこれすごいですね。ピッてやっぱりいけるのは、何のためらいもなく数層いきました。決まった差し込み、これにて決着です。第2試合、渋谷アベマズセミファイナル初トップ、大井がもたらしました。いや、久々にとっては苦しいゲームとなりました。
園田は3着、滝沢2着、そしてトップの大井は水を飲みながら帰っていきます。最後もね、まあ、点数を持った大井さんが怖いということは非常にすごいということが分かりましたね。自身がトップになるためのやり方をもう本当に熟知してるなと、隙がないこのトップでしたね。それでは第2試合結果確認してまいりましょう。1位となりましたのは渋谷アベマズ大井高春選手プラス 62.2 ポイント、2位は EX 風林火山滝沢和則選手プラス 10.6 ポイント、3位は赤坂ドリブンズ園田健選手マイナス 12.1 ポイント、そして4位がコナミマージャンファイトクラブ佐々木久人選手マイナス 60.7 ポイントとなりました。本日の第2試合をお届けします。